はい、こんにちは、116インズです。全30球団各チーム別のコンフの主な補強と逆に選手の退団状況を踏まえて、それぞれのチームのオフへの印象などをお話しするこの企画、第5回の今回は NL 東地区です。昨年の東地区はブレーブスとメッツが激しい優勝争いを繰り広げるも、最後にブレーブスが首位に躍り出ての地区優勝。ただプレーオフでワールドシリーズまで勝ち上がったのはこの地区3位のフィリーズだったのは少々サプライズだった感もありますが、コンフの各チームの動きはどうだったのでしょうか。振り返っていきましょう。まずは昨年の地区優勝アトランタブレーブスから。これで地区5連覇となったわけですが、ただメッツとフィリーズが着実に力をつけている中でコンフの補強に注目が集まったところ、そこまで積極的には動きませんでしたよね。ブレイブスは基本選手育成とトレードでのロースター編成を軸としていて、 FA 市場が非常に盛況であったコンフもその方針は全くブレませんでした。ただ FA では大きく動かなかった反面、コンフトレード市場の注目選手であったアスレチックスのキャッチャーショーン・マーフィーの獲得には成功。その後マーフィーとはブレイブスお得意のチームに優しめの長期契約も結ぶことにも成功し、中長期的な正捕手を今回確保しています。ダーノーという実績のあるキャッチャーがいるチームでありますが、より若く攻守にバランスのいいマーフィーは中長期的な正捕手としてはうってつけだと思いますし、そんな選手を獲得できるチャンスを今回見事に生かしてきましたし、今季に限れば随分豪華な捕手陣で開幕を迎えることになりそうですね。一方でブレイブスで少し気になるのが、長年チームのショートを守ってきたダンズビー・スワンソンのカブスへの移籍ですよね。ブレイブスはこのショートの穴に関して目立った補強は行わず、基本的には昨年21歳にしてなかなかのメジャーデビューを飾ったボーン・グリソンも中心に既存戦力で賄う方針なのだと思いますが、スワンソンはすごく目立つわけではないにしても毎年大きな怪我なく平均以上のレギュラーとしてプレーしてきた選手で、かつクラブハウス内での存在も大きいとされてきただけに、グリソムらがそれを埋めることができるかは気になるところ。地区内の戦いが激しくなりつつありますが、このスワンソンの穴が埋まるかは一つポイントとなってくるかもしれませんね。続いては昨年ブレイブスと同じく101勝を挙げながらも惜しくも地区優勝を逃してしまったニューヨークメッツ。メッツはパドレスと並んでコンフの主役だった感があり、スティーブ・コーエンオーナーの資金力を存分に生かして贅沢税の存在を完全に無視した補強を敢行。まさに札束の暴力といった感じではありましたが、ただ一つ一つ見ていくと動き自体は割と堅実だったりもします。基本的にはメッツフロントが今後もチームに必要と判断した選手を残し、特に長期契約を結んだディアス、ニモはそういうことだと思いますが、そういった選手たちを資金力を生かして残しつつ、結構主力クラスの選手たちも移籍してるんですが、その穴を埋める補強としてバーランダー、千賀選手、キンターナなどを獲得。先発ローテーションは近年怪我の不安の多いデグローム、ここぞの制圧力には欠けるバシットが抜けたところが、バーランダー、千賀選手にそれぞれ置き換わったのは絶対に勝ちたいゲームを取る可能性を上げる補強にはなったのかなと思います。この他脇を固める補強も抜かりなく、ロバートソンやレイリーといった面々の加入は抜けたメイやルーゴと比べてブルペンにプラスをもたらすでしょうし、キャッチャーの枠もメッツに来てから結果を残せていなかったマッキャンが2021年オールスターにも選ばれた経験もあるナルバエスとなったのはやはりプラスと見ることができるでしょう。全体的にしっかりチーム強化に努めた印象もある中で、ただ少し心配なのは今季に限るとこの補強残留組のうちディアスとキンターナの長期離脱が早くも決まっている点で、特にブルペンのディアスの穴は早々埋められるものでもないでしょうし、開幕までに追加のブルペン補強がもしかしたらあるかもしれません。3チーム目はフィラデルフィア・フィリーズ。昨年オフに打撃に特化した補強を行い、これがどんな結果につながるかと思っていたらワールドシリーズまで駆け上がる1年となりましたので本当に驚きでした。とはいえレギュラーシーズンではブレイブス、メッツに次ぐ3番手という印象は拭えず、彼らを上回るためにはもう少しチーム強化が必要なところ、コンフ二遊間を大幅にアップグレードする補強としてトレイ・ターナーと11年契約、ターナーの契約を皮切りに契約年数を長めにして贅沢税の影響を抑えるトレンドが始まった感がありますが、それでもアスリートタイプのターナーにまさか11年契約も出すチームが出るとは誰も予想できていませんでしたので、これでまた驚かされました。ターナーの全盛期が何年続くかという問題はあれど、フィリーズにとって二遊間の攻撃力は最も強化したいポイントで、そこにターナーが入ったのは大きいと思いますし、ハーパーが復帰した後のフィリーズ打線の破壊力は楽しみにしたいポイントです。またフィリーズは先発陣から結構抜けたところ、昨年同地区のライバルメッツでプレーした台湾ウォーカーを4年契約にて獲得。契約総額が7200万ドルと成績的には先発3番手4番手クラスのウォーカーに随分出したなという感じも否めないんですが、フィリーズとしてはまだまだウォーカーは伸びると考えているんでしょうかね。この他個人的にワールドシリーズまで駆け抜けたブルペンを厚めに補強したのがいいなと思っていまして、特にグレゴリー・ソトなんてフィリーズで復活を遂げたアルバラードとタイプが似ているだけに、ブルペンの柱に成長すればチームとしても大きいかもしれません。上が強いのでトータルの戦力ではまだ地区3番手かもしれませんが、ただ強さ自体は昨年証明済みで、ハーパーが夏場に復帰するまで持ちこたえたら後半戦一気に浮上するシナリオがあっても全然おかしくはなさそうです。
続いてはマイアミ・マーリンズ。マーリンズはコンフ、打線とブルペンの強化がテーマとしてあり、一応そのどちらもは一定程度達成できたのかなと思っています。先発に余裕があることからそこを削って補強するだろうと言われていたところ、パブロ・ロペスを使って昨年エール首位打者に輝いたルイス・アラエスを獲得、さらには FA ではジーン・セグラとも契約を結び、コンタクトヒッターを2人集めてきました。2人の獲得によって何かと怪我の多いスター候補ジャズ・チザムを外野に回すことができ、これで多少は負担も減って稼働率向上が見込めそうですし、またチームとしても全体的にコンタクトを重視かつ動ける選手が増えたことで広いローンデポパークに適した野球を目指している感はあるのかなと。投手陣に目を向ければ先発陣からはアラエス獲得に際してロペスが抜けてしまいましたが、昨年見事に復活を遂げたジョニー・クエトが代わりに加入したことでそこまでレベルが落ちた感はなく、ブルペンには AJ パク、JT シャギュア、マット・バーンズなどある程度計算できる、あるいは復活すれば一流のリリーフピッチャーの成績が期待できそうな選手たちが入ったことで、少なくとも昨年よりはフロアは上がったようにも見えます。マーリンズのコンフの補強は昨年のガーディアンズみたいな野球及び躍進を意識しているのかなと思っていまして、でそれに適した選手たちも連れてくることができたと思いますし、もちろん地区の上位3チームが強いので立場としては苦しいことに変わりはないものの、なんとか東地区の争いをかき乱してほしいですね。そして最後はワシントンナショナルズ。ナショナルズは昨年夏のフアン・ソトのトレードまでにあらかた売れる主力選手は全て売り抜いてしまったため、コンフは再建中のチームに見られるような主力選手のトレードなどはなく、基本的にはバウンスバック候補ですとか若手が昇格してくるまでのつなぎの選手たちを獲得する動きが中心でしたね。そこまでこれといった動きはないんですが、近年結果を残せていないドミニク・スミス、2021年ブレイクイヤーとなったものの、昨年ものの見事に転落してしまったジェイマー・カンデラリオあたりはバウンスバック候補として楽しみな部分も多いですし、ナショナルズでは十分な出場機会が与えられるかと思いますので、チームとしては彼らが復活を遂げて夏のトレード市場でプロスペクトに変えることができればベスト。また投手陣では昨年メッツで主にスイングマンとして活躍したトレバー・ウィリアムスを2年契約にて迎え入れていますが、ナショナルズでは先発起用する見通しみたいですね。2018年のパイレーツ時代に31先発、防御率 3.11、ウィンザボリプレイスメント 3.8 のピッチングを見せたウィリアムスですが、それ以降は先発メインでは結果を残せていないわけで、この起用がどう出るか。もしウィリアムスが再び先発としても成功できるのであれば、2年契約と少し長めに保有できる点も含めて、こちらもトレード市場で注目を集める存在となるかもしれません。ナショナルズに関してはペナント争いにはおそらく加われないと思いますが、楽しみな若手は揃いつつあり、メジャー、マイナーを含め今年も育成の年となりそうですかね。という感じでNL東地区のオフを振り返ってきました。まあ印象的には今年もブレイブス、メッツ、フィリーズの3強ですが、どこが今年は優勝できるのか。メッツはそろそろ大補強が報われてほしい感もあるんですけどね。あとはこの争いにマーリンズが入っていくかもちょっと注目したいポイントかもしれません。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。